にちは、賃貸の好きの沖田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、こちらのピカピカの新築物件をご紹介させていきたいと思います。ここはですね、もうこのおしゃれな扉がですね、もうこのちょっとね、遊んでみたくなるようなこのスムーズな滑り具合、おしゃれでね、素晴らしいですね。ここはリビングと洋室をね、つなぐ建具となっておりまして、奥には収納スペースがどんと広がっております。壁一面ね、ハンガーパイプが通ってますので、好きなお洋服をずらっと並べて使っていただくことができます。洋室からは南向きのバルコニーに通じておりまして、ここはですね、もう南向きということで、まあ、日当たりバッチリですね。周りも2階建てのね、お宅が多いので、日差しを遮ることなくお洗濯物にね、日が当たる、そういった環境になっております。でこちらの壁一面はここね、よく見るとちょっとこのタイル地のようなクロスになっておりますね。おしゃれですね。で角部屋ということで、窓も多い設計になっております。エアコンが設備でついてますね。で奥にこうドーンと広々とですね、リビングスペースが広がっております。でここはカウンターキッチンなんですけども、ここ、ね、見る場合このおしゃれな棚になってますね。これね、写真立てとか飾っていただくこともできます。で内側、見ていただきますと、システムキッチンですね、3口ございます。お魚も入れていただけますね。で収納もしっかりとついてますね。この下も使っていただけますので、まあ、無駄なくね、スペースを使っていただくことができます。キッチンも窓がついてますね。ファンもね、おしゃれでスタイリッシュですね。まあ、カウンターキッチンはこのお料理しながらリビングが見通しがいいというメリットがございます。でリビングから廊下に出ますと、床見てください。この大理石調のね、シックな色合い、おしゃれですね。でお手洗いはウォシュレットがついております。このね、もう新しい物件でしたらね、しっかりついてますね。でこちらにも洋室がございまして、ここね、床はシックで、壁紙もここはね、リッチ感のある高級感ですね。収納スペースは照明がついてるんですね。で高さが調整できるバーがついたワンステップクローゼットとなっております。で玄関スペースもですね、もうこのすごい広い設計になってますね。お、電気はここにあるんですね。あ、つきました。センサー付きですね。でシューズボックスも大きなものがついてますね。もう収納力バッチリ。でこちらもね、このスペースを無駄なく使った棚がございます。最後に、こちらの水回りですね、洗面化粧台ですが、ここもね、しっかりとシャンプードレッサータイプになっております。ここは後ろが収納になってますね。で室内の洗濯機置き場がこちらにございまして、上は棚がついてますので、ここにね、バーがまたついてますね。いいですね、バー。もうバスタオルをかけることができます。で、もうここはね、一番の私の個人的なおすすめポイントですが、一つも浴槽ですね。足を伸ばして湯船に使っていただける。でまたこのね、もうデザインもバッチリ、もう高級ホテルのようなパネルがついております。鏡もね、大きいので、すごくね、広々と感じさせてくれますね。ご紹介の方は以上になりますが、まだまだですね、ご紹介できていない、設備や、いろんなところがございますので、ぜひ現地を見ていただきたいと思います。詳細情報は弊社のホームページでご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、地になりますけど、皆様のお探しを全力で応援いたします。以上でご紹介させていただきました。